りょう、おい、りょう、りょう松本、前回の僕の動画で俺はコラボしないみたいな強気な発言をしてたけど、本当は昔からライバル視してきたはずむくんと仲間さんが最近スマブラで対戦してたのに、そこに自分だけ呼ばれなくて悲しかったんだろう。その悲しい気持ちを隠すために、ああいう発言をしたんだよな。兄は自称カリスマで自信家でプライドもあって、でもスマブラできなかったから、二人に呼ばれなかったから、プライドが傷つけられたんだよな。しかも僕らみたいな尖った YouTuber は周りから見たら煙たい存在で、コラボなんてしたくないと思ってる人がほとんどかもしれない。その中で周りがどんどんコラボしていく、さらにはライバルだと思ってた二人が手を取り合った、そんな中で自分だけ置いていかれちゃったような感覚に陥ったんだよな。でももう強がるのやめて素直にならないか。素直になってライバルとも手を取り合ったらいいんじゃないか。ただ周りが何と言おうと、兄はさっきも言った通りカリスマで自信家でプライドもあると、そういった人っていうのは自ら折れて「コラボしてください」と頭を下げるような人だとは思えない。なので恐縮ではありますが、兄の代わりに弟の僕から一つ提案があります。はずむくん、中村さん、僕の兄とスマブラしてくれませんか。もちろん
コラボなんかしたくないと思われる可能性の方が高いし、そうであるなら僕は身を引こうと思うんですけど、もし気が向いてコラボしてやってもいいかなと思いましたら、ぜひ連絡お待ちしてます。家で寂しく一人で目を赤くしながらワインを飲んでる叫びたりな兄の姿はもう見たくありません。なので兄を救ってやってください。以上、デュー松本でした。